これは美濃川ですね。黒滝階段を下ります。よいしょ。こういう風になんか道案内あるから分かりやすいね。川の下、これ美濃川ですかね。よいしょ。水仙通り、水仙咲いとらへん。水仙のない水仙通りです。向こうは滝やるか。あ、椿、綺麗な椿な、ま、もうちょっとした咲くな。東岡小学校、皆さん植えた花々いいですな。あ、滝が見えましたね。いやー、こんな滝があるとはね。水仙通り、水仙咲いておりませんな。これか、水仙な。もうちょいかな。椿、これはね、桜ですかね。咲いたら綺麗やろうな。あ、どうもどうも、キツネさん、どうもこんにちは、毎度です。ちょっと祠が傷んどるな。おキツネさん大丈夫かなあ。よいしょ。綺麗にしてる、ちゃんと顔綺麗やな。あ、もっと下流にいた桜サイズ綺麗やろな、これ。うん、ほんま、ええとこで、ええとこだ。お弁当食べれるな。いやー、何が黒いんや。色が黒いから黒滝か。いやー、すごいやん、すごいやん。え、階段あるけど、あ、鳥おるわ。鳥が泳いでる。はい、黒滝全体的には、ね、絶景かな、絶景かな。あれが凍るらしいで、冬になったらな。言うて今も冬やけどさ、抜くからまだ凍ってないんだな。あ、じゃあじゃあじゃあ、すごい。ああ、降りれるようになっとんねや。あ、ほんでここベンチあるし、マジだマジだマジだ。あ、ここでお弁当も食べれるやんか。ええー、な、周り田んぼで落ち着いてな。黒滝説明書きをここでね、はい、皆さん読んでください。なんか見ようがあんねんて、キツネさんとタヌキさんのな、バカ試合で。よいしょ、階段降りますぜ。あ、でもな、バーベキュー気にしやで。よいしょ、やばいじゃん、やばいな、やばいわ。老体にムチ打ってここまで来たけど、あ、取るだけ取るだけ、ほら、すごい。階段降りて。あー、すごい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 。ものすごい滝や。鳥がいてる。あー、きれい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 。すごいな。夏場涼しいやろな。いい感じ、いい感じ。なー。まあ、そういう感じでした。あそこが先渡ってきた橋やしな。そんな通らんし、また皆さんぜひどうぞ。